皆様こんにちは今日はですねスイスシャフハウゼンというところからテノール歌手の吉田志門ですはいえっ、ー、と今日はですねルネヤコプス氏とともにロタンチョーミサバッハのですねロタンチョーミサのツアーをしているんですが今日はねそれのラストコンサートということでスイスにね出張に来ていましたそれで今コンサートが終わってホテルでゆっくりというところでございます はい、えー、ちょうどね、えー、今日、あのー、私がこう合唱で、えー、コンサートに関わりましたので、えー、まあもう合唱をね、えー、たくさん歌ってきてそれの中でですね合唱をやっててよかったなと思うことと、えー、合唱をやってて気をつけてないと、えー、ちょっといけないなというところをですね、えー、合わせてご紹介したいいなと思います、えー、まずはですね合唱をやっててよかったなと思うところですね。 これはやっぱりねあの、まあ、一人で歌うのも楽しいんですよソロを歌ってるのも楽しいんだけれどやっぱねやっぱ人間の声ってそれぞれじゃないですかでその、えー、それぞれのこの素晴らしいこの鍛え上げられた声っていうのがこう一気にこうねこう混ざり合うというか、ね、でそれがやっぱりこの合唱の最も素晴らしいことじゃないかなと思います。 やっぱり、ね、あのアカペラとかだとなんかもっと伴奏がなくて人間の声だけがそこに響いているとでそれがハーモニーになると溶け合ってねやっぱりそれはあのあの鳥肌もんの、えー、ひとときじゃなないいかなと思いますそれとですねあとはやっぱりその一人で練習するってなるとやっぱりその時間がですねこうあんまり例えば僕の場合はこう1日2時間3時間練習できる人じゃないんですけれどやっぱこう仕事の中で。 あの同じフレーズを何回も練習させてもらうと、ね、この合唱団の中で、えー、同じフレーズ難しいフレーズを何回も練習してるとできるようになることってあるんですよ。これはやっぱりねあの一人で練習するよりももっとリラックスしてあの指揮者にこう導かれて同じフレーズを練習できるのであの自分もねこの合唱今リアスっていうところにいて、えー、2年ぐらいですか。 2年ぐらいこうやって仕事してきてそれの中でね自分の声を成長させることができたという実感が強くあります。であとはですねあの音程感覚を養うことができるこれはねあの合唱やっている大きななメリットかなと思いますやっぱ歌っていうのは他の楽器と比べてですねこのピッチがまあ甘いというかピッチがね少し甘くなることが許されてる楽器かなと思うんですけれど それでもね、あの歌でこうピッチがピシャって入ると、やっぱ聴いてて気持ちがいい歌だなって僕は思うんです。で、あのそういうね、この細かいこの音のインターバルの感覚とか、まあそういったのはやっぱりあの自分がソロやってるだけだったら絶対に学べなかったなと思います。そうですね。あとはあのやっぱりその指揮者、いつもだいたいその自分が一人でソロで練習するときはまあ だいたいいた一人じゃないですかあるいはまあその声楽の先生あるいはピアニストの方と一緒に練習するのがまあ普通だと思うんですけれどやっぱりその合唱団だとその指揮者の方だとかオーケストラの方とですね一緒に仕事をする機会が多いんですね。でそうするとあのこの作品の中で自分の声がどういう役割を果たしているのか自分が主人公だだけじゃなくて。 自分がどういう役割でこの人がどういう役割を果たしててこういう時に自分がちょっとあのあの他のね政府に考慮あの配慮しなきゃいけないなとかそういったねあのまさに社会性というかそういったいろんなその自分の役割が何なのかっていうのをより具体的に学べる。 これはねあの音楽をやる上でとっても大事なことだったなと思います。まあ、それがね学べたのが僕は合唱をやってて一番良かったことじゃないかなと思います。さあ、えー、ここまでですね、えー、合唱をやってて素晴らしいことについてお話をしてきたんですけれど、えー、逆にですね、えー、ちゃんと気をつけてないといけないと、ね、あのいうふうに気づいたこともですねいくつかあるので今日はねそのうちの5つを紹介したいなと思います。はいえー、1つ目はですね えー、これもう合唱あるあるなんですけれど姿勢ですね、えー、合唱団の練習まああの練習の仕方それぞれだと思うんですけれど、えー、座りなながら、えー、歌う合唱団多いいかなと思いますすでですねこうやって座ってるとやっぱりこう姿勢がですね立ってる時と比べてあの肩が前に出やすいというかこうちゃんとね体が支えられてない、えー、感じで、えー、座ってると、えー、こう。 ちゃんとね声がこうまっすぐ出てくれないのでやっぱりねこう座り方まあ、た立ってるんだったら問題ないんですけれどもし座って歌うのであればそこら辺はねしっかりと考える必要があるかなと思いますそれとですねやっぱりソロと一番大きく違うのは楽譜まあ、楽譜がですねまあ、こうやってま厚い曲が多いと思うんですけれど1時間とか2時間ぐらいの曲になるとで、えー、そうするとですねいつもこう楽譜を こうやって見るとそうするとでですすねね首ががこう下がってくるわけです、ね、でそうすると実はその口の中のこの軟口外の部分がこうこう閉じてしまうというか下がってしまってこう音がねこう自由に、えー、こう響いてくれにくくなります。でですねやっぱりそうするとあの高音も出しにくくなったりと、まあ、いろんなね障害が起きてしまいます。 であのまあね合唱でも楽譜ちゃんと見なきゃいけないじゃないかとまあそうなんですけれどあのねできればあのもう何回か歌ったら覚えてこう前を見て歌うとねこれをするとですねやっぱりあのこの姿勢が悪くなっていくことをいくらかえ防げるんじゃないかなと思いますそうですねまあその首がその前に行ってしまう弊害に合わせてお話をするとその後はですねよくありがちなのはあの もうこうやって向いてるからあの顎をですね下ろして音を作りがちなんですね特に高い音に行くときにこう,こういう感じで声を出しがちなんですでもあの理想的な高音っていうのはやっぱりこうまっすぐ向いてこうこの角度でパカって開くことなのでこれはねあのやっぱりこう楽譜見ながらではなかなか達成できないですなのでこういくらかもう楽譜が頭の中にねこう入ってきたら いくらか、ね、こう楽譜から解放されて声を自分の声がどうやって響くかなっていうのをねあとはですねえー、と2つ目としては特にソプラノの方にありがちなんですが、えー、高音でね、えー、結構こう「みたいな感じでこう保つ部分が結構合唱の曲の中にはあると思うんです。 で、そうするとですね。まこう、ね、こう下がらないように、もっと高く、もっと高くってまあ、よく言われると思うんですね。で、そうすると。あー、あーとね。あのだんだんこう肩が張ってくるというかあのだんだんですね。こう丸かった。声がこう潰れてこう。あの体からどんどん離れた声になってしまうわけです。フォームがね崩れてまあ歪んだフォームになってしまいます。 で音程を保つっていうのはすごく大事なんですがこれね練習が終わったらちゃんと一回こうふーっと、ね、元通りにしてこういつものこの、えー、胸の声というかこう喋る声ですね喋、えー、る声に、えー、ちゃんとポジションを戻してあげるとこの中低音域のリラックスしたポジションにちゃんとね自分の声のポジションを戻してあげることが大事です。そうじゃないとねど、えー、どんどんこの こっちだけの響きになってしまってこの体とのね帰りが見られるようになってしまうので特にソプラノの方は気をつけて高音,は、ね、高音を練習した後はちゃんとそうやってストレッチをするという風に取り組んでいただければなと思いますあとはですね合唱団の練習だとまあ、指揮者の方がいると思うんですけれど指揮者の方にですねこう導かれて歌うのは楽なんですけれどあまりねそれに慣れすぎると じゃあいざ自分が一人ででソロを歌った時にですね自分からこうフレーズを導いていく自分からレガートを作っていくっていうのがでですすねね忘れがちなんです、ね、合唱団でこう練習する時も指揮者に導かれながらも指揮者と一緒に音楽を作っていくぐらいのつもりで、まあ、指揮者をリードしてはダメですよ指揮者がリードするもんだけれどでも指揮者と一緒に歩く、ね、それぐらいの気持ちで自分からこうフレーズを導いていく。 でこの意識はすすごく大事じゃなないいかなと思いますあとはですね4つ目これ、まあ、まあ細かいことなんですけれど、えー、例えばこの練習でですね指揮者が「せーのハとね「ハっ!」てこういわゆる挨拶を出すじゃないですかまあここで「せーの!」で入りましょうっていうことですね。でそうするとですね指揮者の方が「っ!」ていうふうに合図をするとそれにつられて合唱、えー、団の皆さんもですね と息を吸っちゃううと思うんですい,やいいんですよいいことなんだけれどでちゃんと、えー、この合図に合わせて、えー、ピシッと入ることはいいことなんだけれど忘れてはいけないのはそれをねあまり練習で、えー、やりすぎるとですねだんだん「とねあ」の支えが高くなってきてしまいます。でプラスですね忘れてはいけないのは「はと口から吸うと、えー、ここにねあの息が当たるのでまあその都度 まあ、あまりねこう喉にとってはよろしくないこう空気が当たるのはあんまりいいことではないのでねあの合唱式の方が「と口から吸ったとしても、まあ、我々歌う人は、まあ、冷静に自分のタイミングで「と、えー、入る、ね」これはやっぱりその,その指揮者の方が「こうするけれど自分はこう入るよと」と、ね、ちゃんと確固たる、えー、気持ちで、えー、呼吸をすること、ね、自分のリズムで入ると、ね、こうすることで「 とね、どんどん上に行ってしまうことを防げるんじゃないかなと思います、はいえー、最後5つ目これはねちょっと上級レベルなんですけれどえー、っとですね、えー、詩音が例えば、えー、外国語のもの例えばドイツのもの、えー、やってるとですねあの、まあ、大工なんかを歌うと「えー、フルーゲルヴイト」とか最後に「T」をみんなで揃えましょうとか「えー、なんだフォールゴーとかね「T」でこう。 すると思うんですでこうみんながねこう例えば70人の合唱団がこうみんなが「こうってやるのは気持ちがいいことなんですけれどあまりねそこにこだわりすぎるといざソロを歌った時にすごく強い「しかできないくなっていると。<laughs> ね、あのもしあのソロをやる方はですねそこらははですねあの合唱とはより あ野よりもですねより、まあ、有機的なというかより柔らかくこのフレーズの中にちゃんとこのフレーズのねこの空気感に合ったシー音を最後にねやるよということを忘れないようにしないとやっぱねこの合唱でやってる癖がついてこうシー音がねマシンのようにこの必ずここの給付のところで「つってやるとか「スってやると、ね、そういうふうじゃなくてこういうふうに柔らかく終わる。 方がまあ、ソロではねあの曲の雰囲気に合ったシーンの終わり方ができるんじゃないかなと思いますはい、えー、というわけですね、えー、今日はちょうどコンサートの後でしたのでまあ、自分のね反省も含めて、えー、合唱で歌う時のですね気をつけるべきこと5選をお届けしましたいかがだったでしょうか、えー、最後までこの動画をご覧くださりありがとうございました 今後も歌に関しての動画をこのように投稿していこうと思いますので皆様よろしくお願いいたします。それでは今日は珍しくスイスシャフハウゼンから手のルかしの吉しとしでした。また次回の動画でお会いしましょう。チュース